江戸時代の日本の絵巻物、怪奇鳥獣図鑑より、アイアナギ、東土君王髄、創竜師名称の振り仮名に、創欲師と確認できるアイアナギは、古代中国神話に登場する怪物の一つ。九つの人間の頭を持つ、おろちの姿をしているとされる。九つの頭で九つの山のものを食べ尽くすといい。また、アイアナギの通過した後は谷や沢に変貌してしまったともいう。 強行に仕えており、体から毒水を出し、周囲の大地を汚染し天下を困らせた。また、その血液は、非常に生臭く、英雄、ウに退治された時に流された、大量の血液が広範囲の土地を汚染し農業などを、不能にしたという。三海業海外北きによると、ウによって、アイアナギが退治されたのは、重都市国の地であると記されている。 日本で江戸時代に描かれた絵巻物、怪奇鳥獣図鑑本文に付けられた解説では、愛柳のことを創翼と呼んでいる。これは柳の字をそもそもと誤読したことによるものであると考えられている。同様に日本で出版された東土君毛水にも同じ誤読は見られる。柳の字をそもそもと見る文字表記は中国から輸入された類書における。 アイアナギの名称表記の書体にも見ることができ、日本での絵巻物や書籍の制作に際して参考にされた類書での書体が、創欲という読み方が発生した原因であったと言える。ありがとうございます。